皆さんこんにちは。ニューヨーク在住アーティストのサキです。今日は英語のスピーキングの話をしたいと思います。前回は発音の話をしたんですが、今日はスピーキングのスキルの鍛え方とか、私がどういうふうにスピーキングを捉えて訓練しているのかをお話ししたいと思います。以前私が上げた動画で、日本でも英語が喋れるようになると思いますって言ってたと思うんですが、今もそれを私は信じています。私は今ニューヨークに住んでいますが、皆さんに日本でもできる、そして私がやっといてよかったな、これはやってよかったなと思うことをちょっと3つ厳選してお伝えしたいと思います。私もまだまだ英語を勉強中の身なので、もし何かの参考になれば嬉しいです。それでは行きましょう。 Tip その1、英語で考える癖をつけることです。これは多分いろんな方がいろんな場所で言ってると思うんですが、本当にこれは私はやってよかったことの一つです。私が最初にずっとやっていたのは、見たものをすべて英語で口にしてみるところから始めました。朝起きてから、電車の中、地下鉄の中、タクシーの中、図書館の中とかも寝るまでずっと目に見たものを、これは何、これは何って言うようにしていたりとか、あとふとなんかこう思った時に、あ、これって英語でなんて言うんだろうって考える癖をつけていました。もちろんこれを喋れた方がいいんですけど、この時に喋れなかったとしても、そういうふうに見たもの、感じたことをすぐ言葉にするっていうトレーニングが、私は後々にスピーキングのために役立ったなと思います。よく私は言語との距離感っていう話をするんですけれども、なんかよく例に出す、痛いものか、痛い身を感じた時にアウチっていうか、痛いっていうかみたいなところなんですけど、多分痛いっていう人は、痛いっていう言葉との距離感がアウチよりも近いと思うんですよ。でもアウチっていう感覚がその人にもっと近ければ、アウチって多分言っちゃうと思うんですね。そういう瞬発的なにものがどう出るかだと思うんですけど、この距離感っていうのが近ければ近いほど言葉が出やすくなるっていう感覚なんですね、私は。なのでその距離感を縮めるために、こういう見たものを全てに言葉にしてみる、思ったことを言葉にしてみるっていうトレーニングをしていました。そうすることで、例えばものだったら、あ、この単語知らないなとか、こういうボキャブラリーが足りてないな。私がよく感じたのは、工具とかが全然なんか英語でなんていうのかわからないなとか、あとはまあ蛍光灯とか電気の種類とか、なんかそういう最初はね、学校で見るようなもののボキャブラリーが全然ないなって気づいたりとか、私は単語帳で英単語を勉強するのがすっごく嫌いなんですけど、そういうところからちょっとググったり調べてみたりして、ボキャブラリーが増えていったことがよくありました。Tips その2、いつも散々言ってるオンライン英会話を使うことです。これはもう散々言ってるので飽きられてるかもしれないんですが、私にとっては本当に一番大きいリソースでした。なぜなら、1、インプットの練習になること、その2、英語の間違いを指摘してくれる環境になることです。アウトプットに関してはやっぱり量が多ければ多いほど私はだんだん慣れてくるものだと思っています。さっきの話ともつながるんですが、特にスピーキングに関して絶対に必要なスキルって、自分の考えと自分の言葉を結びつけられる瞬発力だと私は思っています。例えば何か書くときって、これって英語でなんて言うんだろうって考えて書くことはできると思うんですけど、話の中ではその時間がなかなかないじゃないですか。だからその瞬発力っていうのがすごく大事だと思うんですね。日本で英語教育を受けてると、本当は大体のボキャブラリーとかグラマーって実はみんな習ってるはずなのに、なんで喋れないかっていうと、やっぱりそのスピードが遅いからだと思うんですね。実際に文章をどう作るのかっていう文法的なことは知っていても、言葉にするのがなかなか難しいとか、時間がかかるとか、ネイティブの前になると急に喋れなくなるっていうのは、やっぱりその速さについていけないからだと思います。なのでオンライン英会話はまずその速さを、鍛えるのにとてもいいソースでした。で、今私が言葉に詰まったように、私は母国語の日本語だとしても、ちょっと言葉をプロデュースする、言葉を紡いでいくのに時間がかかる時もあるぐらいなので、もちろんそれはその人の話し方とか、その人のこう思考スピードとかにもよると思うんですけど、外国語を喋る時のこの瞬発力に関してはトレーニングでしか得られないものだと思うので、オンライン英会話はすごく役に立つと思います。今私がどういう使い方をしているかっていうと、その2つ目に言った、英語を指摘してくれる人を
ずっと持ち続けるっていう環境ですねのために使っています。なかなか友達って自分の英語のなんかグラマーのミスとかって指摘しにくいと思うんですよ。なぜなら別にそれが間違っていても向こうは理解してくれるからですね。でもやっぱり英語喋るからにはどんどん良くなっていきたいし、もちろん私が編集しててここのグラマー間違ってるなとか発音間違ってるなとかは全然気づくので、それはいい勉強にもなるんですけど、やっぱり定期的にちゃんと英語を指摘してくれる、英語を勉強し続けられる環境があるっていうのは私にとってはとても大きなメリットです。私が最初オンライン英会話を始めた時はフリートークから始めてたんですけど、先生が違っても同じ質問が結構やっぱり多いんですよね。例えば名前は何から始まって、どこの国の出身ですか、どこの地域からですかとか、今何してるんですかみたいな、それでなんかもう10分以上終わっちゃうことが多かったので、今は私は自分から質問を持っていくようにしてます。例えばこのニュアンスとこのニュアンスの違いは何とか、この単語のもうちょっと丁寧な言い方は何とか、あとはこの前動画でも紹介したようにライティングを直してもらったりとか、自分の発音のどこの音が間違ってるのとか弱いのかを先生に今日はこれをやりたいですっていうのを持って行ってやるようにすると、そこから新たな会話も生まれるし、目的を持って続けることができるので、なんかただフリートークで喋れなきゃいけないよりかは私的には気がすごく楽なんですよね。私も最初オンライン英会話を始めるの時間がかかって、実は始めたのってこっちに来てからなんですよ。こっちに来てから自分がどれだけ喋れないのかっていうリアリティにこう直面して、そこから始めました。日本にいる時なかなかやっぱりできなかったのは、なんかどうしてもこう怖い気持ちとか恥ずかしい気持ちが先行してしまって取り付けなかったんですけど、私はキャンブリーさんを使っていて、私のコードを使って15分無料体験ができるので無料だし、もしまだ始めてない人はよかったらぜひこれをきっかけに一歩やってみてください。それでもしまだ私には早いなと思ったらしなくてもいいし、ただその一歩を踏み出すのがすごく大変だと思うので、よければこの機会を使ってやってみてください。3つ目はカルチャーとかアティチュードを学ぶことです。カルチャーは文化、アティチュードは態度っていうふうに訳せると思うんですけど、私が一番最初にすごくすごく苦労した点はこのカルチャーだったんですよね。実は英語そのものよりも、さっきもお話ししたように文法もしっかり勉強してきたし、単語もそれなりに知っていたから相手の言ってることが英語的には理解できるんだけど、話のコンテンツが全然理解できなくって、何を喋ってるのか分からなくって、それで会話に深く入り込めないことがもう何度もありました。話し方とかどういうふうに相手とコミュニケーションを取るのか、それはバーバルもノンバーバルも含めてですね、すごくやっぱり英語って違うんですよね、日本語と。そういうところを理解するだけでも実はスピーキングの役に私は少なくとも立ちました。映画を見たりとかネットフリックスを見たりして文化的に学んでいってもいいし、例えば私は聞き慣れない言葉今も止めて Google で探したりするんですけど、あ、こういう表現の仕方があるんだとかいうのを学んで、それを実際に使ってみてネイティブが使うような表現に近づけていくとかですね、いわゆる生きた英語に触れるっていうことなんですけど、もちろんこれは実際に生活しなくても映画とかテレビとかでも見れることなので、日本にいながらでもできる Tips の一つかなと思います。アティチュードに関してなんですけど、3年ぐらい前にはもう色掃除はもう焦っていろんな英語の勉強法を調べたりとか、アプリを使ったりウェブサイトを見たり、動画を見たりしてる時があって、その時に一つの動画に出会いました。皆さんにもぜひ見てほしい TED トークです、リンク下に貼っておくんですが、その中でスピーカーの方が実は英語を喋れるかどうかってその人の英語そのもののレベルとかは実はあんまり関係ないんだよっていう話をしています。英語レベルが低い、つまりはボキャブラリーが少ないとかグラマーがちゃんと使えない、でもしっかり話を聞けてコームなアティチュード、落ち着いた態度で相手のことを理解してコミュニケーションが取れるっていう人はたくさんいると、でそれが何よりもスピーキングにおいては大事だよっていう話をしています。私はこの時すごく救われた気持ちになって、やっぱり英語を話してると The feeling of being judged
って動画の中でもスピーカーの方が話してるんですが、やっぱりどうしてもパーフェクトにならないとジャッジされるんじゃないかっていう気持ちがありますよね。で、私も今でもあるし、相手が自分の英語を理解できない時の表情ってやっぱり気づくんですよね。で、やっぱりそれを経験したくないし、ってなるとやっぱりどんどん萎縮して喋れなく、喋りにくくなってしまうっていう経験を私は今でもするので、この動画は完璧なんじゃなくて、ゲームと同じような感覚で何回も練習してクリアしていくみたいなことを繰り返していけばいいんだよっていう言葉にすごく救われました。多分英語をすごく勉強されてる方は、私が英語で話している動画を見ると、意外と全然難しい言葉って使ってないし、まあ、意外とじゃないかもしれないんですけど、グラマー的にもボキャブラリー的にも全然難しいことは言ってないんですけど、私の友達がそれでも私の考えていることを理解してくれるっていうのにポイントがあると思っていて、この動画を見てから私は今あるものをとりあえずアウトプットで練習して、もちろんその前に量はたくさんこなしたので、もし今文法に不安がある方がいたら、それは文法をまず勉強した方がいいと思うけど、とりあえず自分の持ってるものでちゃんと何ができるのか、それを使いこなせるようにしようと思って、オンライン英会話を使っていたのがすごく大きかったんですね。で、その後に例えばさっきも言ったみたいに、新しくネットフリックスで覚えた表現を使ってみるとか、どんどんこう継ぎ足していく感覚で今まで英語を勉強してきました。これはカルチャーとか、ここではどういうコミュニケーションを人は取るのかっていうのを分かった後ですることで、全然コミュニケーションのスムーズさが違ったなと自分では思います。どこまで具体的に喋れてるのかちょっとわからないんですけど、ちょっと少しでもこの感覚が伝わっていると嬉しいです。はい、というわけで今日はスピーキングのための3 tips を紹介しました。私が何よりも言いたかったのは、完璧じゃなくていいので、私もネイティブスピーカーじゃないから完璧には程遠いし、なんなら日本語も完璧じゃないので、それでも友達とか皆さんがやっぱり理解してくれるっていうのは、そこにスピーキングの極意があるんじゃないかなと思っています。もちろんネイティブみたいになるために、私もこれからもボキャブラリーもアクセントももっと綺麗にもっとポリッシュにしていきたいと思っているんですけど、最初の一歩がやっぱりすごく難しいと思うので、まずは Being Perfect っていう概念を取り除いて、どんどん練習していくことが大事なのかなと思います。この動画が少しでも皆さんの役に立つと嬉しいです。良かったかどうか、ぜひぜひコメント欄で教えてください。はい、それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。